サークロード・マックスウェル・マクドナルドサークロード・マックスウェル・マクドナルドはイギリスの外交官である中日英国公使大使を務めたエドワード七世国王からの日本中撮英国特命全権大使の信任状マクドナルドは自身のことを外交畑における軍人出身の部外者と表しているアピンガムコートサンドハースト王立陸軍士官学校に学び 1872年にイギリス陸軍のハイランド系風評連隊の将校に任命され、1882年にエジプトでアラーイコールパシャの反乱が起きると陸軍省の代表としてカイロに派遣されている。その後、イギリスの保護領であったザンジバル島総領事やニジェールデルタ総領事を務めた。1892年、聖マイケル、 正常時勲章ナ内とコマンダーを授与され、エセル・アームストロングと結婚した。陸軍を退職した後、1895年に、第三次ソールズベリー公爵内閣より、北京駐在公使に選任され、1900年まで、その任にあった。東アジアでの外交関係権はなかったが、カイロ時代に、エジプト総領事、クローマー教に高く評価され、アフリカ駐在時に、 ソールズベリー卿から評価されていたためと考えられている。1900年の疑話団の欄では、各国の公使館が包囲され、軍隊経験があったマクドナルドは、日本公使館の駐在武官であった、芝五郎中サラと協力して、各国の駐在者による、老城戦の指揮を取った。1900年10月に、前任者のアーネスト佐藤とポストを交換して、北京から直接、 中日イギリス公使に赴任した。1905年に初代中日イギリス大使となり、1912年11月に外交官を引退するまでの長きにわたって日英関係に貢献した。1902年、1905年、1911年の日英同盟の交渉すべてに東京で立ち会い、1906年にイギリス政府から明治天皇に ガーター勲章が贈呈されることになりこの男が施設団の団長として来日するなど第二次世界大戦前の日英関係が最も良好だった時期にその地位にあった。1906年ロイヤルビクトリア勲章ナイトグランドクロスを授与され数密顧問官に任命された。1908年に発覚した日本政党汚職事件に際して株主として 損害を被ったことから、当時の桂太郎首相建造省に対して関係者の処罰を求める所簡を送り、これが日本における公認会計士の必要性が論じられるきっかけになったとも言われる。イギリス帰国後、マクドナルドは1915年9月に死去した。夫人のエセル・マクドナルドは、事前活動を活発に行い、1935年に自身の功績によって、 大英帝国勲章でムコマンダーを授与され、1941年に死去した。マクドナルドは1901年から横浜のネギシ競馬場の日本レース、クラブ会頭を務めた。1905年にネギシ競馬場で初めてザインペラーズカップというカップ競争が開催されるが、この時の商品の銀杯は、マクドナルドと明治天皇の個人的関係によって、 明治天皇から歌詞されたものだった。このザ・エンペラーズ・カップが現在の天皇賞の起源とされている。歴代の中日英国大使1859から 1972P179 より長岡分けを引用ナンバー26314ザ・ロンドン・ガゼット5・オーガスト 1892P44252021 年4月30日 閲覧歴代の中日英国大使1859から 1972p177 ナンバー27913ザ・ロンドン・ガゼット15名1906ピアニッシモ33253326 2021年4月30日閲覧ナンバー27978 ザ・ロンドン・ガゼット、21ディセンバー1906、P8967、2021年4月30日、閲覧。ユリア、マサヒロ、公認会計士制度調査書の強敵意味、同志社小学第48巻4から6号、同志社大学小学部、1997年、ナンバー34166、 ザ・ロンドンガゼット31名 1935P36132021 年4月30日閲覧日本レースクラブ50年史 P56 から57ありがとうございます